1966年に、ウォルト・ディズニーさんは他界なさってるんです、はい、だけど、はい、その時の、葬儀の映像とか未だにお墓は公開されてないんです。で葬儀も身内だけが来て行われてるんです、うん、でもその時に死体がないんです。あ、お葬式した時に、お葬式した時に死体がないんです。はい、実はウォルト・ディズニーは未だに生きてるんです。それはどうやって生きてるかというと、はい、冷凍保存されてるんです。でディズニーが実際にウイルス性の病気にかかってるのは、確かな話なんです、はい、で現代の医学ではもう治る病気なんですけど、はい、当時の蘇生技術なんで、はい、解凍しようとすると 75% の確率で蘇生はできるんです、はい、だけど 25% の確率で蘇生することはできなくて本当に死んでしまう、はい、だから今は蘇生をしないんですって。ほう、だから当時は医学の進歩を待ってたんですけど、はい、今は科学の進歩を待ってる段階だったそうです。じゃあもしかしたらあと10年後20年後30年後に 100% 大丈夫やってなった時に初めてもうディズニーが回答する、はい、だから未だに世界のどこかでちゃんと冷凍保存されているらしいです。で昔からなんていうんですか、そういう世界的に、まあ、ヒトラーとかアインシュタインもそうですけど、はい、死体は絶対に保管するんです。世界的に有名な方、はいはいはい、でその中の一人として、まあ、世界で第2号目で冷凍保存されているらしいです。なんでウォルト・ディズニーを保存するんですかね。アインシュタインやったらこの脳がね、脳とかありますけど、いろいろ分かるんですけど、多分本人の意思なのそれは、はい、本人の意思で、本人の意思で死ぬ間際にすごい占いの方かなんかに早死に するって言われるんですよ、はい、ウォルト・ディズニー、はい、それから死に対してすごい恐怖心を持つんです、はいはいはい、だから友人のお葬式とかにも参列とか一切しないんです。はい、それはあれやね、白雪姫とかそういうのと一応、白雪姫とかなお姫さんがなんか森で眠ってはってん、はいはい、あれとかと一応それに真似してとか違うの、ま、じゃないんですけど、トム・ソーヤトム・ソーヤ、はい、ありますよね、はい、トム・ソーヤで物語を覚えてる人いたら嬉しいんですけど、はい、自分の葬儀を見るっていう話があるんです。ありますね。でそれをやったんじゃないのか、まず生きてる段階で葬儀をしてるっていうのは。あ、その時は冷凍保存もされる前で、前で生きたまま自分の葬式をどっかで見てた、見てたっていう話もある。いやこれすごい、いや素晴らしいですね。偉いことやこれ。いやこれはリアルリアル、いいですね。ありがとうございます。